スノーマン、メグロハスとラウール2トップ時代の終わり、批判の声も上がった同時体調不良、事務所ぐるみで見直すべき今後。8月30日にスノーマンの冠無理番組、それスノーマンにやらせてください。それスノー SPTBSK 午後7時、レギュラーは午後8時。 が放送され、メンバーの不参加の舞台裏が賛否の声を呼んだ。今回の放送は、この夏最後の汗と涙のダンス尽くし、と題した2時間スペシャル。前半は、これまで放送したカンコピダンス全63曲がりの中から、ダンスのプロが選ぶベスト10を発表する内容で、その中でメグロレン、27、 が体調不良で休むことが報告された。続いて、スノーマンが連続カンコピダンスに挑戦する新企画と、バンピー、バンピーのダンス世界大会への道の続編が放送された。バンピーとは、ラウール21が10歳の天才キッズダンサーホナツちゃんと、14歳の姉、ユイナちゃんと3人で、 アメリカで行われるストリートダンスの世界大会に挑むべく結成したダンスチーム。日本予選を勝ち抜き、8月の本戦に挑戦する予定だったが、ラウールの腰の怪我のため、出場辞退することになった。3人に密着した8ヶ月の記録が放送されると、スノーマンの新曲発表、主演映画の撮影と忙しい中、 パリコレのために体重を15キロ減量し、40社のオーディションを受けるという壮絶なスケジュールの中で挑戦したラウールに、安倍良平30が、本当に頑張ったね、と涙ながらに声をかけた。視聴者の XQ ツイッター上の反響は、幼いながらきちんと受け止めてあげるホナツちゃんと、ラウールを思って涙する姉のユイナちゃん。 さらにスタジオで安倍ちゃんがラウールにかけた言葉で大号泣、無理してでも頑張ってしまうラウールだから、ソレスのスタッフさんたち、止めてくれてありがとう、など、おおむね好意的だった。視聴者からの好意的なリアクションの一方で、ラウールもメメも頑張りすぎだよ。アイドルも人間なんだから、周りが、そのスケジュールは無理、だって言ってあげて。 というか調整してあげて、自分は気合で大丈夫、とか思っちゃって、怪我したり、体調を崩したりして、若いうちから長く苦しむのやだよ、など、メンバーの活動管理に苦言を呈する声も。ラウールの腰の怪我だけでなく、メグロもほぼ同じ時期に体調不良で主演ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、の収録を休んでいる。 スノーマンの二トップと言えるメグロとラウールに重い負担がかかっていたのは事実だ。事務所側が完璧にケアできていれば、こんな事態にならなかったのではないだろうか。ただ、事務所だけに責任があるわけではありません。一年前、事務所の体制がスタートに新しく切り替わることに、メグロとラウールはそれぞれ自身のブログで、 タレントの自主性を重んじてくれるようになった、と感謝を綴っています。パリコレや月9ドラマは本人たちの意向も強いでしょう。次々に目標が実現していくことで夢中になり、オーバーワークになったのかもしれません。また、明らかに二人が引っ張っていたスノーマンですが、最近は他のメンバーが出演しているドラマも好評です。 バラエテイでも、佐久間大介、32、がバナナマン日村ラユ52、とタッグを組み、サクサクヒムヒム、日本テレビ系、で初の冠 MC を務めるなど、メンバーの活動も新たな段階になってきています。できる仕事はすべて全力でやるといった姿勢で進んできたスノーマンですが、 これを機に色々と見直した方がいいのでしょうね。芸能ライター坂上五郎。もはや、国内では頂点のアイドルと言えるスノーマン。その影響力は今の芸能界ではとても大きいものになってきている。がむしゃらに頑張る時期はもう過ぎたのかもしれない。スノーマンはワイッパリ9人揃っていないと。